おはようございます。市原誠さんの詰将棋は、中から全、こっちは30問ですかね。浅くかつやっていきたいと思います。昨日もですね、将棋世界8月号、山ちゃんのね、書を読んだのと、あと羽生の法則の2で角を使う手筋っていうのもやったんで、ちょっとねその話をしながら詰将棋を解いて気力を上げていければと思います。さあ行きましょう。この今山ちゃんのこの今までの対局で面白かったというか印象的だった曲紹介みたいなで、最初はなんか山ちゃんのポカ集みたいな、でもなんかよくわかんないというか、天才って凡人には理解されないじゃないですか。だからこそ天才って言われてると思うんですけど、なんかその天才がゆえの凡ミスみたいなで、なんかこう多分、素人的に見てなんかみたいな、ちょっと笑けてしまう、こんなことしちゃうんだプロでもみたいな感じなところがあるんですけど、でもなんかそのプロ棋士からしたら、山ちゃんはとんでもない天才だっていう風に言われてますから、みたいな感じに思ってるってのはあると思うんですよ。実際この間藤井聡太さんとタイトルマッチした時に、こう山ちゃんが手打った時にですよ、たら藤井聡太さんがちょっと棋譜見せてもらっていいですかみたいで見て、みたいな、相手のミスかなとまで言わないですけど、大丈夫だなみたいなとかあるみたいで、でね、なんかその山ちゃんその本の筋の中で書いたのが、もうなんかこう序盤ぐちゃぐちゃみたいな、こう序盤ぐちゃぐちゃで、だけどもう山ちゃんめげないと、もう簡単に角取られるとか飛車取られるとか、もう序盤戦でひどくて、なんだったらもう投げ出したくなるレベルみたいな、なんかそういう話だけど、めげずに終盤戦まで持っていくけど結局負けるみたいなこともあるんですけど、でもこう負けめげずにやることによって最終盤までもつれ込んで、鮮やかなというか、相手の一分将棋になるからですね、一分将棋になって相手が追い込まれて、確かですね2二銀って打ち込んだら勝ちだったんですけど、1四竜ですかね、1四竜って詰めちゃって、でそれで山ちゃんを詰めきれなくて負けたみたいな、だからその相手2二銀を思いつかせなかったっていうのが山ちゃんらしさみたいなのがあって、だからなんかこの将棋って羽生善治さんの本読んでると、タイトルマッチとかで特にそうなんですけど、記録が残るんですよね。だからある種こう往生際よく終わらせることもマナーみたいな風に言われてるみたくて、なんかもうこの手詰まってるのに、この手が詰まってるのにこうギリギリまで粘るみたいな、なんかそれをですね粘りと言わないみたいな、なんか相手に失礼でしょっていう文化があるみたいで、実際もう詰むって分かってるけど、でももしかしたら相手がその詰んでるって見えててもミスれば詰まない可能性ってもちろんあるわけですよね。でもそれって相手に対して失礼だよねっていう話なんですよ。相手がミスるだろうっていうので、お互いプロですから、それでもうだから結構羽生さんとかは潔く投了するタイプなんですよ。あ、こっちか、またミスった。でなんかそれを繰り返してて、最初でいやもっと粘ってるというか、この手で粘ればいけたよみたいな、勝ちだよみたいな、あ、そうですねみたいな、なんかだから最近の将棋においては、この終わった後に、こっから詰めやりますよっていうのがあって、また間違えた、そこで解説するときに、これはもう詰んでるんで、どうしようもないですねっていうのは多いんですけど、そこは AI の発展なのか、どういうことになってるのかっていうのは、難しいところではあるんですけど、でも粘れば粘るからこそ
この間の藤井聡太さんと渡辺さんみたいな大逆転劇が起こるんですよね。だからといって必ずしも全部が全部最後の一手まで粘ればいいかって言ったらそうでもないみたいなね。だ将棋はちょっとね難しくなって、だから AI が出てきてから AI 判定があるからねっていうので、なんかこう 粘り越しに見えるのもうんみたいな。だから師匠とかもその AI 判定って多分基本的に見てないと思うんですよ。で気になって、うん、どんなんがあるかなとかって時にちょっと気になってみて、あこの手かっていうのがあったりとか、形勢判断とか多分見てないと思うんで、だからこう粘りというか、まあ新しい棋風っていうんですかね、そこのところがあるっていうので、最近僕がやってる羽生さんの放送がすごい面白くて、もうあまた間違えた、もう図書館に借りてるから返しに行かないといけないんですけど、デッドでなんか将棋が強い人がこの本おすすめみたいな、まあ、寄せの手筋ってやつと羽生さんのこの羽生の法則ですよね、がすごく面白いってやってて、でその羽生さんの法則が、桂馬と香車と玉の動きと、であと角と、飛車の動きなんですよ。でなんかもともと2冊になってたのを1冊にまとめたみたいなので、まあ、基本的に手筋なんですよ。どういう風にして香車を使うかとか、どういう風にして桂馬を使ったりとかで、玉にしても早逃げみたいな、あのめちゃくちゃ勉強になるんで手筋が、あれをそれは子供のうちに徹底的に、その将棋教室とか行って徹底的にやってたらそれは強くなるでっていうようなレベルですよ。なんかいろんな本これやりましょうとか、あまあ実践形式でこうやって強くなりましょうとかいろいろあると思うんですけど、正直羽生さんの本と羽生の頭脳ですよ、それを全部何回も何回も繰り返してやって、であと矢倉だったりとかその戦法とかを学んでいくみたいな、だから羽生の法則と羽生の頭脳をずっとやり続けてれば、正直、まあ、それだけで相当な力がつくんじゃないかなみたいな。あとは詰め将棋も大事ではあるんですけど、だね、まあ、その羽生の法則をやればやるほど将棋世界のなんかこの面白さっていうんですかね、なんかそこもいいなって思うし、山ちゃんも好きになるしと、こんな楽しいことないですよね。この手ちょっとありえなくないみたいな、俗に言う握手とか疑問手ってやつですかね、なんかそれをプロが打つっていうのはなんかそれはそれでちょっと面白いなって思うみたいな、まあそれはそれでちょっと良くないっちゃ良くないんですけど、だから今ちょっと将棋世界と、あーちょっと待って、将棋世界読むのと羽生さんの法則、今もう2がもうちょっとで終わるんで、今度ね1を借りて、歩ですよね、歩の使い方がやっぱとても大事だなっていうふうに思ってるんで、歩なし将棋に勝ちはなしみたいな、歩をいかにして使うかっていうのはとても大事な戦略なんだなみたいな。もちろん角とか竜とかでね攻めるのも当然じゃ当然。次は3手詰めの50問いきましょう。ちょっとだけ昨日7手詰めのトレーニングしたんですよ。で7手詰め見る読むってのをはやっぱなかなか難しいけど、じゃあ一個一個こう詰めていって、こうかな違いますこうですよってのを突き詰めていくと、多分7手詰めもある程度解けるようになると思うんで、僕の中でやっぱ目標にしてるのは将棋世界のある将棋サロンの詰め将棋を解いて、でそれでこう応募するっていうのが今月の目標なんで、まあ、そのためにはこの3手詰め5手詰めですかねばっかやってると気力っていうのはそんなに上がんないんで、やっぱ9、11、13ですか、そこをちょっと目指したいなって思ってるんで、
ちょっと力をねつけたいんで、まあ朝の軽くやるにはまあこのここら辺のとこして、まあこの後5手詰めもするんですけど、まあ7手詰めもやって、まあ1時間ぐらいですかね、それぐらいで終わらせれるような力がつければで、まあそれをもちろん毎日ねしていくって形になるんですけど、だ将棋は積み重ねですよ、筋トレのように、筋トレのように日々積み重ねていくことが最短の道ですからね。違う、詰将棋では出てこないんですけど、最近ピオ将棋やってて、で今8級ですかね、1回勝ったんですけどまた2連敗したってのがあって、やっぱこの守りの陣形をどう重ねるかっていうのがとても大事だなって感じてきてるんですよ。その矢倉とか雁木とか穴熊とか、まあいろんなかぶり方というか守り方ってあると思うんですけど、あんま気にしてなくて、相掛かり角交換とかって、でもやっぱそこをね覚えていかないともう強くなれないなっていうのに気づいてきたんで、やっぱ戦法の方法戦い方ってのはちょっと学ばないとこれ以上成長がないなっていうのは思ってきてるん で、どの戦法にはどの戦法が有効かとかですね、まあ、それも将棋世界で学べるし、まあ、羽生さんの法則でもその囲い方とかでそれの崩し方とか、なんか穴熊の崩し方は結構その本で紹介されてて、でまあ藤井システムもあるから、まあ穴熊ってちょっと時代的に合わないというかもう終わったかなみたいな流れになっても、この間藤井さんがタイトルマッチで穴熊使った時にめっちゃ穴熊強いじゃんみたいな、結構穴熊採用してる人って多いんじゃないかなと思うんで、だから時代って面白いですよね。一度 AI に否定されながらもどんどん話を進めていったら、実は穴熊めちゃめちゃ強いじゃんみたいな、だからそういうことが起きてるのが将棋の世界なんだなみたいな、だけどそれもまた時代が進むと変わるかもしれないんですけどね。だ昔の棋風を覚えながらもで最先端のを学ばないといけないんで、だからそうなるとさっきから言ってますけど羽生さんの法則の本をもう徹底的に思い込み続けるっていうのが将棋が強くなる最短ルートなんじゃないかなと思ってるんで、あと詰将棋ですね、詰将棋のアプリがあるっていうのはでかいですよね。で対局もネットでできますから、でなんかこのピオ将棋すげえと思うんですけど、まあ解説もできるんですけど、相手がどういう囲いをするかっていうのも選べるんですよ。相手がどういう囲いをしてくるかっていうのをずっとこう研究して、それに対抗するときに、まあ、いろんな囲い方とかいろんな攻め方をやっていけばこう対応しやすくなるみたいな、あピオ将棋すごいですよね。なんか将棋ウォーズをしてる人が多いなって思うんですけど、まああれエンタメ的にすごく面白い気がして、でも本当に強くなったりとか本当に勉強するためには個人的にはピオ将棋が、まあ、人と対戦するのがいいやってのもあるっちゃあるんですけど、よし、まあなんとかね50問トータルで80問ですかね終わったんで、今日もね将棋世界と、羽生さんの今日は角ですね、角の寄せ方をしてで本返して、で今度は歩ですかねの攻め方をまた覚えていって、でそれが終わったらまたこの羽生の法則を、まあ、ずっとぐるぐる、ほんと1年単位だと思うんで、1年単位レベルで何回も繰り返して、で同時に詰将棋もして、でトレーニングの将棋もしてってのして、で将棋世界読んで
将棋世界の応募問題に応募するっていうのが今月の目標です。頑張ります。